水曜スペシャル、水曜、スペシャル、水曜スペシャルは、1976年4月28日から1986年3月26日まで、ネットテレビ朝日系列局が編成していたネット、テレビ朝日制作の単発特別番組枠である。編成時間は毎週水曜19時30分、20時51分、日本標準時。 ネットは1976年4月28日から水曜夜7時30分9時の時間帯に単発枠を設け、川口博士探検隊シリーズなど数々のバラエティ、ドキュメンタリーなどを放送、またアニメ、ドラえもんの人気が上がると、ドラえもんを筆頭とした、藤子アニメ劇場版関連のアニメ特集も放送してきた。1987年10月の改編で、 ウィークデーの19時20分20時に全国ニュース、ニュースシャトルが設置されたために一旦終了するも、1988年4月の改編で火曜夜8時から9時48分にて火曜スーパーアワードとして放送され、ニュースシャトルの18時台への移動により、1989年4月に水曜スーパーテレビとして復活。1990年4月の改編で、 火曜スーパーワイドと水曜スーパーテレビ終了させ、同年4月スタートの水曜スーパーキャストに一本化されて、枠が2時間に拡大するものの、1年で90分枠、水曜特番に戻る。1995年9月に水曜特番は終了、その後特別番組は同年4月スタートのザ・スーパーサンデーに一本化される。 その後タイトルを変えながら継続されたが1999年3月に終了。その後3年間テレ朝はゴールデンタイムの特番枠を失う。2002年7月、水曜の2番組、工事を打ち切り、スイスペ。として、この時間の特番枠が復活。しかし、2004年10月改編で、水曜7時台に関東などでは土曜深夜、 関西地区では土曜夕方に、同枠で2度放送し高視聴率を獲得した、愛のエプロン。また8時台には、木曜夜11時台で放送していた、銭形金太郎が昇格。番組を、土曜夜7時から8時54分に移動し、タイトルを、ドスペ、と変更して、再スタートすることになった。2007年7月15日より2時間単発番組。 サンデーデラックスを18時56分20時54分で復活することが決まったが、同年12月で放送を終了することになった2007年9月まで、この枠は旅の香りの20スペシャル枠でもあったため交互に放送される編成となった。2009年4月からサタスペとして再び2時間単発枠が編成されたが、同年9月に終了した。 ただし、朝日放送、ABC では、スーパーベースボールに、阪神のホーム戦もしくは、全国ネットの巨人戦を除く関西ローカルと、ビジター側の編成によっては、中日戦で、メテレに、広島戦で、広島ホームテレビにもネットされる場合があった。差し替えられる場合があったため、その場合は、土曜日の昼間、ABC の場合に変更された。 テレビ公開操作などの生放送の回を除く。これは、広島ホームテレビの広島のホーム線のローカル中継に差し替えられた場合も同じである。かつては、阪神線で ABC 主観制作により二極ネットとなる場合があった。本記事では、便宜上、水曜スペシャル、新水曜スペシャル、水曜スーパーテレビ、水曜スーパーキャスト、水曜特番。 スイスペと記載する。不定期に朝日放送、ABC 制作の会があった、以後、火曜スーパーワイド、火曜ミステリー劇場、1991年10月に終了、土曜ワイド劇場でも、同様に、不定期に朝日放送制作会がある。1976年5月から1986年3月、川口博士探検隊や、 クイズバラエティ番組などを中心に編成。また、この番組は、クロスネット局だった、秋田テレビ、新潟総合テレビテレビ新州、テレビ大分でも、同時、ネットで放送した。本番組は、ライオンと日本ビックスを筆頭とする、複数社提供で放送されていた。川口博が隊長を務めたサバイバル企画、南半球のジャングルを中心とした、 世界各地の秘境に猛獣、馬、少数民族などを求めて探検する。企画は1977年3月から翌年1月まで3回、放送された水曜スペシャルの探検番組がベースとなっている。この時、川口はスタジオパートの司会で登場し、探検隊長は西村明、獅子土城が務めたが、川口自身が探検隊長になることを希望し、 3月15日放送分より、川口博士探検隊シリーズがスタートした。娯楽要素を随所に盛り込み、隊員が罠にかかる、蛇に噛まれるなどの過剰な演出によるやらせを逆手に、取った大胆な内容が人気を呼んだ、モキュメンタリーの手法に近い。恐怖シーンや、大発見シーンなどでは必ず、ジャーンと派手な効果音が流され、田中忍によるダイナミックなナレーションも展開を。 盛り上げた。BGM は、猿の惑星や、カプリコン1、U ボート、カサンドラクロス、ロッキー、特別狙撃隊スワットなどのテーマ曲が使われた。特に、特別狙撃隊スワットのテーマ曲はオープニングで使用され、後継の藤岡弘露探検シリーズやパロディでも使用されていることから、現在も当番組を代表するテーマ曲として知名度が高い。 シリーズは7年間にわたって続いたが、1985年10月にアフタヌーンショーで発覚したやらせ事件が社会問題となったことと、川口がガンで療養に入ったこともあり、同年11月をもって終了したシリーズ特別編として川口の闘病を追った特番も放送されている。当シリーズは放送終了後も根、ね、強い人気を誇っており、二千二年以降にはスイスペ、 枠にて、藤岡博が隊長を務める藤岡博探検隊シリーズが制作された、講述、または藤岡博探検シリーズを参照。2005年には人気エピソード6本を収録した DVD も発売されている。カモンタツオ、現、カモンタツオが本番組のお約束要素を含めてネタにした曲、ゆけ、ゆけ、川口博 をヒットさせている。このほか、この企画を元にしたとされる、決死の探検サバイバルゆけゆけ、川口くんというアーケードゲームが出たが、肖像検討の問題により、山口くんに解題された。年2回、春、秋の番組改編期には、輝け、オールスターを冠した人気番組対抗などの番組があった。この時は、テレビ朝日の制作に加え、 ABC も制作協力局として参加した。なおこれらの番組は90分枠時代は一部を除き19時からの拡大版となっていた。1986年4月から1987年9月、水曜スペシャルをリニューアル。放送時間も19時からになってパワーアップしたものの企画全体に関してはパワーダウンの傾向にあった。また、 水曜スペシャルの前の夜7時前半枠。1976年4月当時、霊館山館第6巻。最末期に、クイズなんでも一番館の制作局だった朝日放送。ABC も制作に加わり、不定期で制作を担当した。ニュースシャトル案の開始に伴い終了。一旦水曜日から、特番枠を撤退。1989年4月から1990年3月。 ニュースシャトル案の枠移動に伴い、水曜日の特番枠が再開。再び19時30分スタートに戻る。1990年4月から1991年3月。19時スタートに、テーマ曲をビーズが担当。また、バラエティの単発枠としては珍しく、エンディングテーマもあった。1991年4月から1995年9月。 再度19時30分スタートに。これを最後に、一旦水曜日から特番枠を撤退する。その後は19時から30分枠だった。目撃。ドキュを1時間に拡大するなどしているが、試行錯誤が続く。テレビ朝日では、1999年3月に、サンデーパワー TV が終了して、以来、3年間ゴールデンタイムの単発枠が消滅していた。 2002年、当時放送されていた19時代の、目撃。ドキュン、20時代の、セキュララ白書を打ち切り水曜日に、伝統のスペシャル枠を復活させた。なお、スイスペ。放送開始後、2004年にフジテレビが、カスペ。2006年に、TBS が、キンスペ。同年秋に打ち切り、水得。え、2007年4月に日本テレビが、 モックスペをスタートさせいる。2004年10月から2007年3月まで単発枠は土曜日に同時、ドスペとして放送されていたドスペ参照。外部リンク、スイスペ、詳細は当外校を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。